アースバックサウナって言って、アースバック、はい、わかりますか？ターンボビューです。事件です。アンドサウナニュースの時間です。事件は会議室で起きているんじゃない、サウナで起きているんだ、なんていう名言もありますが、この辺りのサウナで何やら事件が起きていると聞いてやってきました。今日私が訪れているのは当麻町です。札幌から車でおよそ2時間半旭川の北に位置する町ですが、この辺りにサウナがあると聞いてきたんですが、あれこっちかな、こっち、あれこっち、こっちだよね、こっちだ、あ、見てください、目の前に整えバスです。当麻町といえばこの整えバス、これまでに様々なイベントでも私も入らせてもらいましたが、これがありますけれども、何やらすごいサウナも新しくできたぞということで、ちょっと進んでみましょうか。こっちに行くと、あ、こちらですかね、民家のような、何でしょうか。では入ってみましょう。失礼します。あ、こんにちは、よろしくお願いします。わ、すごい素敵な場所ですね。こちらは、あ、こちらはどういう施設なんでしょうか。こちらはコティという名前でやっております。あ、正式名称はコティ、はい、コティプライベートサウナコテージという名前でやっております。あ、はい、コティだったんですね。コティは、まあ、フィンランド語で家っていう意味なんですけど、はい、そういう感じでちょっとフィンランドを意識した作りになっていて、はい、アウトドアサウナを楽しみながら入れる、ゆったりとこう貸し切りで楽しめるプライベート空間になっております。はい、おー、はい、なんかちょっと何やら新しいすごいサウナができたと聞いて、そうですね、伺いました。はい、すごいたくさんサウナあるんで。え、たくさんそうです、一つじゃないんです。え、そうなんですか。それは入らせてもらってもいいですか。もちろんでございます。はい、じゃあちょっといいですか。すごいですね、こっち側田んぼですか、周りは。そうですね、周り全部田園に囲まれております。はい、あ、のどかでいいですね。ここは何ですか、すごい結構いろんなサウナがあります。はい、はい、結構一番目玉なところが、はい、一番最初に作られたサウナで、はい、アースバックサウナって言って、アースバック、はい、アースバック工法という、まあ、建てるものの建築法があるんですけど、はい、その土のうを積み上げてって作る建物作りで、それをそのまんま丸ごとサウナにしちゃったっていう、はい、北海道ではなかなか珍しくないですか。珍しいですね。まあ、沖縄に1個あって、はい、北北海道これ行くことは、あとそれ以外に聞いたことないですね、サウナにしてるところは、はい、かなり珍しいですよ ね、 ね、これが電気と薪で2種類あります。はい、あ、すごい、さりげなく水風呂の横を通りましたね。はい、レモン風呂で水風呂になっております。はい、かわいい。わ、これは、これは小屋サウナ、はい、まあ、コンテナとかを使ってサウナ作ってるんですけど、はい、結構広々とした空間なので、うんうん、まあ、本場フィンランドのようにちょっと会話を楽しみながらゆっくり入っていただきたいなという思いで作ったサウナです。はい、これはちょっとまだ試作段階でもあったりするんで、うんうんうん、まだアップグレードしていくサウナになってます。へー、はい、で隣がバレルサウナですね。はい、
ちょっと見かけることも多くなってきたサウナですけど、うんうん、最近少しずつ増えてきてますよね。そうですね。でもやっぱりこの丸い形が本当に蒸気の降り方がすごい良くて、うんうん、しかも狭い空間なので、ね、はいはいはい、かなり蒸気の降り方が、まあ、好きな人は好きなんじゃないかなっていう、あちあち系の、はい、あちあち系のサウナになっております。着替えました。ではサウナいろいろありますが、アースバックサウナかっこ巻きから入ります。失礼します。え、何、暗い、え、なんだここ、すごい不思議空間です。壁が段々になってるんですけど、これがアースバック製法の特徴ですよね、きっとね。土のうを積み上げてって言っていたので、壁も、あ、でも熱すぎず暖かい感じです。上がこうサウナハットみたいな形になってます。サウナの形自体が、あ、上の方は結構暑いですね。で、座るところもこの壁と同じ素材、床も全部一緒ですね。なんかやっぱり木とは違う感じがします、暑さの伝わり方。なんかちょっとお話聞いてみたら、こうストーブに火を入れるじゃないですか、で全体が温まるまで 2,3 時間時間がかかるんですって。この空間を温めるだけじゃなくって、このサウナ室全体が壁だったり床だったりが温まるまでしっかり熱を入れるんだそうです。なんかね、まろやかというか、本当に爪の先まで温まってるっていう感じがするんですよ。で、真ん中にあるストーブは春部屋ですね。いいですね、存在感ありますね。で、真ん中にロウリュ用のナブルと桶あるんですけど、これなんだろう、こちらは何でしょうか。爽やかっぽい。まあ、かけてみますか。蒸気はどんな風に来るのかな。お、あ、早いですね。話が早いです。お、来てる来てる。あ、これなんの香りだろう。嗅いだことある。なんだ、お花とか木とかそんな感じかな。香ばしい、お茶かな。I can smell the shore, it's right in front of us. If we just hold on tight, this vision that I saw is getting closer every dawn.気に汗かきました。すごいな、これ。これはこれですね。いい感じ。おお。あ、気持ちいい。なんか大きさちょうどいいです。あ、ぴったりちょうどいい。あの、見た目にはコンパクトかななんて思いましたけど、入ってみたらベストサイズです。あ、しかもここに入ったら目の前が本当に田んぼで、向こうには山があって、
いですね、これ北海道だな。気持ちいい。でなんかこのアースバックサウナの上かなで休憩できるんですって。あ、なに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 これ。お邪魔します。道民でも嬉しい北海道らしさって感じ。でここで休憩？はあ、うん、これだったんですよね。これはいいね。なんかこの自然の音しか聞こえない空間でいいですね。贅沢しちゃってる感じがする。こんなに自然を独り占めでいいんですか。今ね夏に来てるんですけど、秋に来たらこのお米たちが綺麗な色になるんじゃないですか。アースバックサウナの方、私もアースにバックした感じがする。2セット目はこちらのバレルサウナに行ってみます。よいしょ、失礼します。おー、あ、いい香り、火の香りしてます。いや、まずめちゃくちゃいいストーブありますねすごいね、バレルサウナ史上一番大きいストーブなんじゃない、私が今まで入った中で。ターナストーン何百キロなんでしょうね。すごいですね。結構暑いけど、112、3度とか、そんなにある？そうとは思えないぐらいの気持ちいい暑さではあります。ちょうどここ座ると目の高さに窓があるんだ。外見えてますよ。畑、時折通る車、のどかです。はい、東馬町でございます。東馬です。わかりますか、当たるって感じになってるんですよ。使ってください。こうでもいいって言ったかな。好きな方どうぞ。そうでもって目の前にはやっぱりロウリュができるようになってます。ただのお水じゃないような気もするような。どうなんでしょう、まあ、行ってみますか。暑い、あちゃ、すでに暑いけど、バレルサウナって天井が丸くなっているので蒸気がすぐ来るんですよ。笑っちゃいました。기적같은일이생길까요나간절히休憩はここで。おー、
せっかくだから一番前かな。すごい。わあ。おお。すごい。目の前見渡す限り田んぼです。まあね、いろんなところでサウナに入れますよ。オーシャンビューとかレイクビューとかありますけど、北海道はもう田んぼビューです。3つ目はアースバッグサウナ電気ストーブ。あれ、アースバッグ、バッグじゃないの？戻るわけじゃないんだ。地球に帰るなんて思ってたけど違う。アースにバックした感じがする。バッグね、土のうだからね、バッグですよ。行きます。失礼します。またなんか違う感じ。失礼します。おお。今日入ったサウナの中では一番マイルドな設定ですね。形は最初のもう一個の方の薪の方と似てる感じかな。ちょっとストーブの位置とか座面の位置とかが違いますけど、白、あの見たことあるというか、温泉施設とかのサウナとかでもサウナ室の大きさがコンパクトなところにあるような感じのタイプのストーブが囲われてます。さっきは草だって言ってごめんよ。なんか体感ですけど蒸気よりも先に香りが来る感じがする。なんでだろう、不思議で、後からじんわりこのあったかい蒸気が今来てるんです。なんでここに来ればいろんなサウナ入れるわけじゃないですか。で、宿泊もできるし、宿泊の方はどのサウナも入れるんですって。でもちろん日帰りもあって一つのサウナで予約することもできるし、入り比べも可能なんですって。サウナの入り比べなんてできるところね、珍しいじゃないですか。だからご家族で来てもいいし、お友達とねサウナ旅行で来てもいいし、近くをね自然を感じながらここで泊まってもいいし、めちゃくちゃいいじゃないですか。いやー、これはちょっとかなりいいな。さすが登場トンピース。なんかこれから流行りますからやってください、トンマピース。高評価よろしくお願いします。サウナラアンドサウナでは私たちも使っているこのサウナハットやオリジナルグッズを発売中です。いろんな種類があるので詳しくは概要欄をチェックしてね。